第3代バッキンガムシャンド公爵、リチャード・プランタ・ジネット・キャンベル・テンプル・ニュージェント・ブリチス、シャンドス・グレンビルは、イギリスの政治家、貴族、ビクトリア朝の保守党政権で、閣僚職を務めた。生誕から、父が爵位を継承する1839年まで、テンプル伯爵、1839年から自身が爵位を継承する1861年まで、 シャンドス公爵の儀礼称号を使用した。1875年5月29日のバニティフェア史に描かれたバッキンガム・シャンドス公の似顔絵1823年9月10日、後に第2代バッキンガム・シャンド公爵位を継承するシャンドス公爵、リチャード・テンプルグレンとその妻、メアリーの間の長男として生まれる。イートン公を経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチへ進学。 1846年から1857年にかけてバッキンガム選挙区から選出されて保守党の庶民委員議員を務める。1852年から1853年にかけて皇太子王子少将を務める。また1852年から1861年までロンドンノースウェスタン鉄道の社長を務める。1861年7月29日に 父から、バッキンガムシャンド公爵位を継承し、貴族院議員に列する。1866年7月から1867年2月まで、第3次、ダービー伯爵内閣に、数密院議長として入閣。1867年3月から、植民地大臣に転じる。続く、第1次、ディズレーギ内閣でも留任し、 同内閣が終わる1868年12月まで勤めた。1868年7月21日の貴族院でスコットランド貴族社位キンロス卿は彼が継承していたことが確認された。第二次ディズレーリ内閣期の1875年から1880年にかけてイギリス領インド帝国マドラス知事に就任。在任中にマドラスは大飢饉に襲われたため、 その対策に追われた。八百八十九年三月二十六日、ロンドンメリルボーンのシャンドスハウスで死去した。男子がなかったため、バッキンガムシャンド公爵はじめ保有爵位の多くは、廃絶したが、特別継承規定がある爵位をいくつか残した。キンロス卿は、長女、メアリー、コバム子爵は、親族の、第五代リトルトン男爵チャールズリトルトン、ストーのテンプル伯爵は、 おいのウィリアム・コア・ラントンがそれぞれ継承した。1861年7月29日に、父、リチャード・テンプル・ニュージェント・ブリシス・シャンドス・グレンビルの死により、以下の借位を継承した。1868年7月21日に、以下の借位を、父の死と共に継承していたことが確認された。1851年に、キャロライン・ハービーと結婚し、彼女との間に、 以下の三子を設けた。1874年にキャロラインと死別し、1885年にアリス・アングラハム・モント・ゴメリーと再婚したが、彼女との間に子供はない。ありがとうございます。